トロントメープルリーフスはカナダオンタリオ州トロントを本拠としているナショナルホッケーリーグ所属のプロアイスホッケーチームである。NHL は1917年にリビングストーンを排斥する形で発足する。ニャーのフランチャイズ制度の先駆者であるトロントブルーシャツのオーナー、リビングストーンは自身とチームに不当に有利な状況を作り出したと弾劾された。トロント市には新たに NHL チームのアリーナズが発足したが、リビングストンは、新チームへの支配下選手の貸し出しに固執した。新チームは初年度にスタンレーカップ優勝を果たした。1919年、チームは進展性を失いつつあった最中に、チーム名をセントパトリックスへと変更。1922年のスタンレーカップで、再び優勝する。この時、第2試合で延長戦に得点し、 第5試合を決める4ゴールを挙げたウェーブダイはチームのヒーローとなった。翌1923年は、第の22試合26ゴールの活躍にもかかわらず、惜しくもプレーオフ進出を逃した。チームの最も有名な象徴となる高ン・スマイスがセントパトリックスを買収、チーム名をメイプルリーフスと改める。5年間の低迷期を経て、1931年11月、 スマイスとメープルリーフスは新アリーナであるメープルリーフガーデンズに移転する。この新たなホームへの移転初年度はバシャール、ジャクソン、チャーリー・コナカー、ジョー・プリモーからなる若手のラインの活躍によりメープルリーフスはトロントに3度目のスタンレーカップをもたらす。1932年は準決勝でボストン・ブルーインズとのシリーズは最終戦までも連れ込み、 6度目のオーバータイムで勝利を収める。しかし、決勝でニューヨークレンジャーズに敗退する。なお1933年には、スター選手のエースベイリーが、ブルーインズのエディショアによる無防備状態での不意打ちを受け選手寿命を縮めた。勢いが止まることを知らない。メイプルリーフスは、以後も7年間で5度の決勝進出を果たすが、優勝はできなかった。 その後消滅したモントリオール・マルーンズに敗れ、1936年にはデトロイト・レッド・ウィングス、1938年にはシカゴ・ブラック・ホークス、1939年にはボストン・ブルーインズ、1940年にはニューヨーク・レンジャーズにいずれも敗退した。1942年の7戦戦勝の決勝ではデトロイト・ウィングスに3連敗とチームに暗雲が垂れ込めた。 しかし、ここから、メイプルリーフスは巻き返しを図る。第4フォワードのドンメッツはチームに活力を与え、第4試合で決勝点を、第5試合では、ハットトリックを達成しその2試合の勝利に貢献する。第6試合では、ゴーリーのタークブロダ、相手チームを完封する働きを見せ、最終第7試合では、スイーニー・シュライナー第3ピリオドに2得点し、3対1で勝利を収めた。 この4戦戦勝式のポストシーズンでの3連敗からの優勝はメジャープロスポーツ開発の異業である。この異業の陰にはデトロイトレッドウィングスのヘッドコーチと GM がレフリーへの暴行で退場となるという出来事もあった。コーチ陣に戦略やモラルが欠如していたためにレッドウィングスは自滅しメイプルリーフスの勝利を助けたとも言える。3年後、 1942年来のチームの有力選手たちは年齢、健康、戦争といった問題で徐々にいなくなり、チームは無名のゴーリー・フランク・マックールや若手のベーブ・ブラッドといった選手に頼らざるを得なくなる。しかし1945年の決勝では彼らはデトロイト・レッド・イン・グスを倒すという番狂わせを演じた。その2年後には新人、 ハウィー・ミーカーなどを要するモントリオール・カナディアンズがメイプルリーフスの前に立ちはだかり、両チームは決勝で対戦する。ティーダー・ケネディが第6戦後半に決勝点を挙げ、ここからチームのスタンレーカップ3連覇が始まった。4連覇を目指した1950年はレッドウィングスとの準決勝第7戦のオーバータイムにレオレースがサドンデスの得点を挙げて敗れた。 1951年にはチームはカナディアンズと再び決勝で対戦する。対戦した5試合ともに延長戦に突入した。マックス・ベントレイは第5試合で第3ピリオド残り32秒で得点し延長戦へ突入する。ここでレギュラーシーズンでは6ゴールしか上げていなかったディフェンスのビル・バリルコが決勝点を挙げチームは4度目のスタンレーカップ優勝を達成した。 しかし、バリルコの栄光は長く続かなかった。彼はこの歴史的瞬間のわずか3ヶ月後に飛行機事故でこの世を去った。チームはこの後1959年まで決勝進出には手が届かなかった。1959年は準決勝でブルーインズを下すも決勝でカナディアンズに敗退する。翌1960年決勝もモントリオール対、トロントのカードとなるが、 カナディアンズの勝利に終わり、5年連続のカップ優勝を許した。1962年にチームはハロルド・バラードに買収されるが、彼はチーム強化のためにトッププレイヤーを獲得するという意思に欠けていると批判された。新首脳部は、かつてチームがカップ3年連続優勝を果たしたのは、フランク・マホブリッヒ、当時2年目のデーブ・キーオン、ウィングのボブ・プルフォード、そして、 未来のドーナツ王、ティム・ホートンらのトッププレイヤーであったことには言及しなかった。1967年のカップ決勝もモントリオール対トロント戦となる。第3試合再延長戦でボブ・プル・フォードが決勝点。第6戦ではジム・パピンが試合を決めトロントは優勝。デーブ・キーオンがコーン・スマイス賞を獲得した。この後のチームはいくつかの好調期はあったものの、 もはやかつてのオリジナルシックス時代のように NHL における有力チームとは言えなくなっている。好調期といえば、まずは1970年代終盤がある。この時の主力選手は、ダリル・シトラー、ラニー・マクドナルド、エンフォーサーとして知られるデイブ・タイガー、ウィリアムズ、NHL 初のスウェーデン人ビョルエ・サルミングラで、あったが、1978年の準々決勝で、 将来のカップ覇者となるニューヨークアイランダースを破ってプレーオフ第2ラウンドに一度進出しただけである。準決勝ではかつてのライバルモントリオールカナディアンズに一周された。1982年から1992年までの間、トロントは5度プレーオフ進出を一している。特に80年代は弱体化、84から85年の シーズンにはチーム史上最悪の成績となった。ただし、この頃もフランチャイズ史上初のシーズン50ゴールを決めたリックバイブや、当時はまだ珍しかったヨーロッパ出身の名ディフェンスのビョルエ、サルミングと、今もファンの記憶に残る名選手はいた。この頃のチームの弱体化は多分に、当時のオーナー、ハロルド・バラードによる独裁的なチーム経営が原因とされている。 ちなみに、リック・バイブの息子のジャスティン・バイブは2007年のエントリードラフトでアナハイム・ダックスに指名された。1993年には巧妙が見えた。前年度カルガリー・フレームスから遺跡のダグ・ギルモアが32ゴール127ポイントを上げた。またバッファロー・セーバーズからデーブ・アンドレ・チャクが加入し、31試合で25ゴールを上げた。 さらにゴーリーのフェリックス・ポトバンは平均2.5失点と堅実さを見せた。チームとしては当時発足来最多の99ポイントを獲得した。1回戦ではレッドウィングスを第7戦のオーバータイムで下し、その後セントルイス・ブルースを破ってノリス地区で優勝を遂げた。この時、ウェールズカンファレンスの決勝ではモントリオール・カナディアンズがニューヨーク・レンジャーズと対戦しており、 カナディアンズは決勝でトロントを粉砕することを夢見ていた。他方トロントメープルリーフスはキャンベルカンファレンス決勝でロサンゼルスキングスと対戦した。メープルリーフスは3勝2敗とシリーズをリードしていたが第6戦に敗れファンの期待を裏切った。第7試合ではウェイン・グレツキーのハットトリックによりトロントは敗退。キングスが決勝に進んだ。 1993年に行われた全ての対戦がカナダのチーム間で争われるスタンレーカップとの夢は翌1994年のウェスタンカンファレンス決勝で我慢しなければならなかった。トロントはここでもバンクーバーカナックスに1勝4敗で敗れた。その後2年間はプレーオフから遠ざかるものの1990年代後半になると新たな好長期を迎えた。 九百九十九年にはメープルリーフスは本拠地をメープルリーフガーデンからエアカナダアリーナに移した。コロラドアバランチから九百九十四年に移籍したマッツ・サンディンはそのシーズンで自己最多の三十一ゴール八十三ポイントを獲得する活躍を見せた。セルゲイベレジンも三十七ゴール、カーティス・ジョセフは平均二2.56が、さらにエンフォーサーの態度見は、 ペナルティ時間198分を達成した。プレーオフ第1、第2ラウンドでフィラデルフィアフライヤーズ、ピッツバーグペンギンズを連覇したが、イースタンカンファレンス決勝ではバッファローセーバーズの前に第5試合で大敗した。2000年、2001年には第2ラウンドに進出するが、2年連続でニュージャージーデビルスに敗れる。2002年にはアイランダーズとオタワセネターズを第1、 第2ラウンドでそれぞれ破るが、シンデレラチームともてはやされた、カロライナハリケーンズに、カンファレンス決勝で敗退する。2002年のシーズンオフには、クージョコと、カーティス・ジョセフがレッド・イングスに移籍する。代替選手として、ダラス・スターズから、エド・ベルフォアを獲得する。ベルフォアは2003年のプレーオフ進出を目指し、苦悩するも、第1ラウンド第7試合で、 フィラデルフィア・フライヤーズに敗退した。2004年にはイースタンカンファレンス4位ながらフランチャイズ記録となるチームポイントを獲得し、過去5年で4回目となる対セネターズ勝利を果たしたが、フライヤーズとのプレーオフでは第6試合で敗れ、早々と姿を消した。しかし、2006から2007年度開幕前にベルフォアはフロリダ・パンサーズへ移籍してしまう。 その代わりにボストンブルーインズからアンドリュー・レイクロフトを獲得した。しかし、レイクロフトをもってしてもプレーオフに出ることはできなかった。そしてそのオフ、貴重なドラフト一巡目指名権まで放出して3のゼシャークスからベサトスカラを獲得した。トロント・メイプルリーフスは NHL のチームの中でも最もファン層が厚く最大級の人気を持つチームと言われている。しかしながら、 雑誌、スポーツイラストレーテッドにスポーツ界で最も嫌われているチームであると書かれたこともあり、気ホ報編が相カばするチームであると言える。カナダにおいて一般的にではあるが、トロント以外に居住するカナダ人はトロントが宇宙の中心と考えるものもおり、このことがアンチメープルリーフス派を生み出す原因となっているとも言われる。 メイプルリーフスのアウェーでの試合は白熱することが多いが、これはカナダにある NHL チームの所在都市にもメイプルリーフスの応援団が存在するからである。タイオタはセネターズ及び対モントリオールカナディアンズ、戦は NHL の対戦でも最も白熱する試合であると言われる。目下メイプルリーフスのアメリカ所在のライバルチームはフィラデルフィアフライヤーズであり、2年連続で プレーオフで敗れている。1917から1918、1921から1922、1931から1932、1941から1942、1944から1945、1946から1947、1947から1948、 1948から1949、1950から1951、1961から1962、1962から1963、1963から1964、1932から1933、1934から1935、1935から1936、 1937から1938、1938から1939、1939から1940、1958から1959、1959から1960。ありがとうございます。